他の診療院の岡野です、えー、今回はですねシルバーロックダウンについて考えてみたいというふうに思います、えー、シルバーロックダウンっていうのはどういうものかというとですね、えー、今、えー、新型コロナウイルスの感染で、えー、特に重症化して亡くなっていく方の 割合っていうのを見てみるとやっぱ高齢の方が重症化してさらに亡くなっていく人の割合っていうのはすごく多いんですよね60歳以上が確かに東京の場合だと90%以上だったと思うんですけれども、えー、そういうことを考えると、えー、シルバーロックダウンつまりですね60歳以上まあ65歳以上っていうこともあるかもしれませんけれども少なくとも高齢と言われてる、えー、リスクの高い人たちは、えー、だけを 行動自粛をお願いしてあとの、えー、若年層、えー、勤労世代の人たちで経済を思いっきり回していくということですねつまり、えー、重症化して亡くなるリスクの高い人たちにできるだけ外に出ないようにしてもらうとで、えー、若い人たちで経済回すんですけれども、まあ、通常通りの普通の生活をして、えーまあ、感染したとしても、えー、軽症とか中等症で済むと。 でえー、亡くなるリスクっていうのはそこまで高くないということで、えー、無理しないで熱が出たら休むとで重症化し続つ,ついような、えー、呼吸が苦しくて、えー、辛いっていう状況になったら病院へ行って、えー、検査して。 陽性だっったら、えー、入院してっていう感じです、ね、まあ高齢の方々で重症化してる人たちが、えー、自宅に、えー、自粛して、えー、過ごしていただければ、えー、その分病院はすくわけですよねそうすれば、えー、若い人たちの感染した人たちも、えー、入院して治療は受けられるということなんで、えー、医療崩壊の心配もないということですよね。 でえー、そういうやり方っていうのは、まあ、科学的には正しいというふうなことは言えるんですけれども果たして日本人の精神にそのシルバーロックダウンというのはなじむのかなっていうことを考えてみたいと思います。えー、昨今ですと、えー、マスコミではスウェーデンモデルというのがですね えー、かなり取り取出されていますスウェーデンのやり方っていうのはまさにこれなんですよね、えー、60歳以上、えー、高齢の人たちはできるだけ自宅にいるようにしてもらってその他の人たちは特に制限を保たないと持たないと、えー、行動自粛をさせないでただあの普通に生活してもらうと仕事にも行くし、えー、ピクニックもするし、えー、お店に行ってお酒も飲むしとそういう生活をしてもらって。 まあ確かに感染者,感染者数とかです、ね、死者数というのは日本よりも確か多かったと思うんですよね。だけれども今現在はもうかなり抗体をみんな持って免疫がかなり獲得されている状況にあるということが言われております。でこれっていうのはスウェーデンのとか北欧の方っていうのは死生観が随分違うんですね。 生きる死ぬという意味での姿勢感ですけれども年、えー、を取れば病気になるのは当たり前だよねという考え方ですよねで、病気になって、えー、高齢になって弱ってしまうんだから感染したら亡くなってしまうのは致し方ないと、えー、感染して、えー、重症化した人を 何、えー、とか助けるというふうな方に、えー、エネルギーを使うよりも、えー、若い人たちで同じように苦しんでる人たちの方を、えー、救うという何、えー、て言うんですかサーベイランスっていうんですかね、えー、命の選択っていうのは、えー、しなきゃいけないんですけどそれが意外とスムーズに、えー、行われる。 っていうことなんですよね。社会的にも、えー、高齢者の人よりも若い人たちの方を、えー、優先的に助けるべきだっていうのは、えー、共通認識ができている状況っていうのが、えー、北欧の国々では特にスウェーデンとかではあるとあるんじゃないかなということが言えるかと思います。じゃあ果たして日本はどうなんだろうというところですよね。日本の場合は、えー、終末期医療っていうのはかなり発達してますよね。えー、食事ができなくなったらなんでしたっけ医療でしたっけ。 胃に直接チューブを入れて食事の栄養を補給してそれができなくなったら今度は中心腸脈に直接栄養を入れるっていう手法もありますよねそういうふうな形でどんなに弱っててもとにかく生かすんだといわゆる延命治療っていうやつですね。 こういうういのの発達してるっていうのは日本の、えー、医療の特徴としても挙げられるんですけどもじゃあそれをいつやめるのかっていう話にもなってきます。で、えー、北欧でもそうですしヨーロッパでもアメリカでもそうだと思うんですけどもこのリビングビルっていう考え方っていうのは、えー、かなり浸透してると。どういうものかっていうと自分の、えー、どういう状況になったら自分の人生っていうのはどういうふうに終えるかっていうことを、えー、自分自身で事前に決めておくというやつですよね。 生きる権利というふうに書きますけれども実際は死ぬ権利とというところですよねだからもし自分が体が動かせなくなったらそういう栄養を与える延命治療というのは全くさせないでくれとかですねもう助かる見込みのない弱ってて苦しむようなくらいだったら自分は安楽死する権利を行使するとかですねそういうのが究極的にはこのリビングビルというところですよね日本は安楽死認められてませんよね。 だけれども、えー、もう自分の、えー、人生は、えー、こういうふうになった状態だったらそういう安楽死を選ぶというところを、えー、その権利を、えー、認めるという国も、えー、ヨーロッパの方では、えー、あるということなんですよね。だからこういうういい自分のの人生をを、えー、決める権利っていうのを えー、行使することにですね重きを置いているかどうかっていうところで、えー、このシルバーロックダウンっていうのはなじ、えー、むのかどうかっていうところは決まってくるんじゃないかなというふうに思うんですよね。日本の場合はこうどんな、えー、命を平等で、えー、救うできる限り救っていくと、えー、可能な限り救っていくって方向に、えー、医療というのは進んでいますし、えー、日本の人の精神っていうのも、えー、そういうふうに つく、えー、形作られている状況っていうのは今あるんじゃないかなというふうに思います、それはいいか悪いかというのは別としてですよね、えー。やっぱり自分の肉親っていうのが生きているんであれば、その命っていうのを、えー、できる限り長ライフさせたいっていう気持ちっていうのは誰しもあると思うんですよね。えー、もうこれはもうおしまいだなっていうふうな感じで諦めがつくような、えー、状況っていうのはなかなかないんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。だからそういう意味で言うと。 えー、このシルバーロックダウンで高齢者の人たちだけは自粛要請っていうふうにすると、えー、高齢だからといってその人の権利を制限していいのかと、えー、自分たちと同じように、えー、動きみんなが動き回ってるのに高齢者だけその自粛させるっていうのは、えー、ちょっとそれは良くないんじゃないのっていうふうに思われる。 えー、こたっていうのもやっぱり一定数いいるんんだろううううなというふうに思うんですよね、まあ、逆に言うとそれはそうだよねっていうふうに納得してもらえる人ももちろんいると思うんですけれどもやっぱりそこで議論がどうしても巻き起こるっていうんですかね、えー、賛否両論出てくるっていうのがやっぱり日本の特徴なんだろうなというふうに思います。ということでですね、えー、シルバーロックダウンこれはまあ科学的にはおそらく正しいんだろうなと。 やっぱり高齢者の人たちの方が重症化しやすいですし亡くなる人も圧倒的に多いとだから、えー、高齢者だけ,だけを、えー、家に留めておいて若い人たちで経済を回すとそうすれば経済的にも落ち込まないでみすよねそうすれば経済が、えー、逼迫して、えー、亡くなってしまう人っていうのも、えー 数も防げますし、えー、高齢者も、えー、ウイルスで亡くなる数っていうのも、えー、少なくできるということなんで一石二鳥なんじゃないかなっていうふうに個人的には思うんですけれどもなかなか、えー、そういうものは、えー、日本ではなかなか進まないんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。まあ、ただかか、えー、こういうういい議論っていうのをでできれば、えー、マスコミとと、うん、テレビとか新聞で えやってもらっててももら政治の場でもですね国会とかでえ議論してもらえるとえいいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。こういう,うん日本人の死生観っていうそういうところってなかなかえ語られる機会っていうのは少ないと思うんですね。NHK の教育ぐらいですかねそういうところでたまにえやってるぐらいでなかなか大っぴらには話せない内容なんじゃないかなっていうふうには思うんですけれどもそういうところをちゃんとえー特にこの。 日本のの延命、週末期医療とかですね、このリビングウィルの問題って日本ではなかなか浸透してないですからねこういう問題というのもちゃんと考えて、えー、る機会に、えー、このコロナ禍ですかっていうのはいいチャンスだと思いますんでねそういう話も、えー、考えて家族でですね話し合ってみてるのもいいんじゃないかなと思ってこちらの動画を上げさせていただきました。ごご視聴いいただきありがとうございます。